はい、こんにちは。2020年12月4日金曜日、未だにプレイステーション5が買えないめぐみでございます。やっぱり出ましたね。私は最初から転売の真の、問題点はこれだということをずっと言ってきました。ゲオフランチャイズ運営元が PS5 を高額転売、ゲオから指導で販売取り下げと、これから IT メディアニュースさん読み上げていきますが、まず最初に勘違いしないでほしいのは、ゲオのフランチャイズ店が勝手にやったということですね。DVD やゲームのレンタルショップ、ゲオのフランチャイズ店を運営する企業が12月2日までに EC サイト、ヤフーショッピングでプレイステーション5を高額転売していたことが分かった。メーカー希望小売価格 54,978 円税込みの通常版を107,500 円で販売していた。現在は販売ページを取り下げていると。ニュース、もう書いてありますので読んじゃいますね。販売していたのは、ゲオ福岡二股瀬店っていうものかな。ちょっと漢字が危ういな。でございますと。運営するコンシダレット。同社は、なんたらかんたらでっていうことで、これに対するゲオ側の回答として、ゲオホールディングス、コンシダレットに確認したところ、今回転売された PS5 の仕入れ元はゲオではないとした上で、当社からの仕入れ商品に関しては当社のルールで販売するように加盟店には指導をしていると。ということですね。で、コンシダレット、IT メディアの取材に対し、ゲオから指導があったため、今後は高額転売を行わないと回答。販売時期や台数については答えないということですね。できるんです。こんなもんやろうと思えば、いくらでもできちゃうことなので。で、転売屋って言いますけれども、まあ私転売問題ずっと喋ってきて、一個だけ、これ、究極を突き詰めるとできちゃうよっていうことが言ってきたと思うんですよ。日本中のお米をね、例えば、アップル、ガーファが、ね、マイクロソフト、グーグル、アップル、フェイスブックが、協力して、世界中の米を、まあ日本だけでもいいけど、とりあえず日本にしとこうか。日本中の米を全部買いましたと。そしたら自由市場がぶっ壊れて、米の価格を操作できるようになる。実際、なぜ、アップルが、他社に iOS を供給しないか。iOS 使いたかったらアップルの端末使わなきゃいけないんですよ。独占してるわけ。だからこれギリギリですよ。独占禁止法にギリギリなんですよ。ただ自分のところで作ってるからセーフっていうニュアンスだと思いますけど、カルテルってことですね。供給した瞬間、iOS を供給した瞬間、競争が始まるから、こいつの値段は自由競争に巻き込まれます。だけど、アップルは自分のところでしかないので、これ使いたかったらここ買ってください。だから値段決められちゃうんですよ。で、話し戻すと日本中の米をじゃあアップルが買い占めました。ガファじゃなくてアップルが買い占めました。ってなった時に、アップルが米の値段変えられちゃうってこと。今皆さん5キロ2000、3000で買ってますよね。これをアップルがね、袋にポンってリンゴマークを押して10万は言い過ぎ、1万、2万、3万っていうので、ってしまうと。世の中に米が流通していなければ、アップルから買うしかないじゃないですか。これが究極系の買い占め問題に発展するわけですよ。だから、転売っていうのは今、その個人でやってるから、ね、ことが大きくなってないけど、これ明確に、ダメですよって。せどりと転売は違うってことを言ってんのね。例えば私が欲しい本がありましたと。ね。例えばじゃあ、モーリアックのイエスの生涯、これの初版本が欲しいって言った時に、せどりを仕事にしてる人が探してきてあげるよ。私が神保町回ったけど売ってなかったって探してきてあげる。で、先に5万円いただきます。これはもう最初にもらっちゃいます。もう返しません。見つかったら、違う。最初に保証金として5万円、いただきますと。で、もし見つかったら、10万円で買い取ってください。っていうことですね。だから5万円は払っちゃう。で、見つかろうが見つからないが払っちゃう。で、10万で買い取る。で、約束をしたりするわけ。それが背取りですよ。見つけてきてくれる。だけど、転売は人気商品を全部買い占めて、価格を操作してる。これがもう
問題ってこと。だから、せどりと転売は明確に違って、やろうと思えば、資本力のあるところは、人気商品を全部買い占めて、価格操作ができちゃうのね。それは、プレイステーション5は確かに娯楽であり、おもちゃであり、生きるために必要ない衣食住によって全く関係ない、なくても生きていけるものだから、いいんだ、いいっちゃいいんだけれども、これが米とかになった場合、どうしますか？フランス、フランスばっかりですけど、小麦粉戦争ってやんだって、小麦粉戦争。1775年に勃発した食糧暴動ということで、これどういうことが起きたかっていうと、1774年にテルゴさんっていう方がいらっしゃいましたと。これは流通上の障害を撤廃し、生産者が自由に売るシステムを作ろうとしたと。この政策は長い目で見れば効果があるはずだったと。自由市場ですからね。だけどですよ。自由市場になるはずだったんだけれども、当時の商人たちが買い占めたんです、小麦粉を。全部買い占めた。で、小麦粉農家も出し渋ったんですよ。その結果、パンが大高騰するわけ。当たり前じゃないですか。だって商人が全部買い占めちゃってんの。商人が価格決められる。小麦粉今までね、100円で売ってたものを5000円とかで売っちゃったらバカーンって上がるわけですよ。インフラ抑えられたらそれだから。で、デモが起きるわけですよ。その14年後、どうなりました？ベルサイユに突撃してったんですよ。それが革命一歩ですよ。だから、ね、ダメなの！こういうことはダメなんですよ。あくまで自由市場。この小麦粉戦争でテルゴさんがやろうとしたことは自由市場なんです。だから自由市場で本来あるべき姿になると思ってやったんだけれども、商人とかが、ね、お金を持ってる商人とかが全部買い占めちゃったんですよ。だから私ずっと言ってるじゃん。できるんだけど、やらないんだよねって。アップルはやらないじゃん。世界一、今、違うのかな？まあ、ちょっと前で時価総額、世界ナンバーワンアップルでしたよね。アップルは、こんなもんやろうと思えば、いくらでも人間の衣食住、抑えることできちゃう。だけど、やらないんですよ。道徳感があるから。それをやったら、おしめえよってことです。だからやらない。あくまで自分ところの商品で勝負していく。そんなことが許されるのであれば、革命が起きるんです。ベルサイユ宮殿に突撃されるんです。で、ルイ16世とマリー・アントワネットギロチンにかけられるんです。王政廃止です。そういうところまで行くんですよ。だから、転売っていうのは、究極を突き詰めると、買い占めにつながるのね。で、今回ゲオがやったことっていうのは明確で、価格を釣り上げて出し渋ってもいるっていう。ダブルです。これを、例えばゲオって言ったらダメなんだよ。ゲオのフランチャイズの福岡のお店ね、がやったんですけど、これが、要はその店の道徳がぶっ飛んでたってこと。道徳がなかったってこと。あなた方は、神と富とに仕えることはできない。どちらか一つにしか仕えることができないのだ。富に仕えたんです。神には仕えなかったんです。こう福岡店の人たちは。だから、これは究極的には、フランス革命が起きるっていうことなのね。言ってしまえば。で、じゃあ、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、日本で売っている、プレイステーション5の、ね、小売店が、出し渋る。10万で出す。って言ったら、ソニーの希望小売価格なんかにないも同然だよ。最初からオープン価格でよかったし、それこそだったら最初からオークションでいいんだよ。オークションでいいの。金持ちが取ってきゃいいんだよ。っていうことになるじゃん。それでもやっぱ市民は暴動を起こすと思いますよ。ベルサイユ突撃すると思いますよ。と思いますけれども、要は、ノブリス、
単語で。ノブリス・オブリージュ。ノブリス・オブリージュじゃ合ってる？合ってた。ノブリス・オブリージュって言って、まあ、ね、ね。なんかさ、なんだろうね、最近ね、フランスのことばっかで、例が、なんか、題材とする例がさ、フランスばっかりで申し訳ないんですけど、まあ、ノブリス・オブリージュって言って、貴族として、生活している以上、貴族として立ち振る舞わなければいけない。施しをしたりとか。貴族らしく、義務が出てくると、貴族には。っていう、こういった考え方が、金持ちにないのであれば、買い占めできちゃう。だから結局最終的に落ち着くところは道徳観なんですよ。ティム・クックがもしやろうって言ったらできるからね。日本の米、味噌、たくあん。そうすると、ね、出荷元も出し渋って、最初5000円だったのがさ、ティム、2万。いいよ、2万買うよ。これ、どんどんなんで。その結果、一般市民は買えないと。フランスで言うと第三身分ってやつですね。またそこ、もう申し訳ない。意図的じゃないんだけどさ。どうしても頭の中はそうなってるからさ、あ、例え話がそっち飛んじゃうんだよな。だからゲームがやったことって、一番ダメ。本当に。それって、出し渋りだから。で、ソニーとしてゲオに、まあゲオフランチャイズですけどね、福岡店、ここに流した。福岡店でもない、福岡のなんとか店、ね、そこに流した。それちゃんと売らないと。福岡の人たちは、ゲオの、福岡二股世店、ここに、ね、フランス革命を起こしてください。ここベルサイユ宮殿です。これベルサイユ宮殿なんで。当選してください。もうみんなで。当時ね、女性はさ、選挙権なかったんで、裁かれることがなかったから、女性が突撃していくと。で、男性はその中に紛れて女装して、ね。っていうのは実際あった話ですから。だから、この、元締め。が出し渋るっていうのと、金持ちがいくらでもやれてしまうっていうのが一番転売の最終形態。で、それが、小麦粉騒動って言って、フランス革命に。まあ、それだけじゃないけどね。理由はそれだけじゃないけど、一つの、理由としてフランスでそういうことが起きたということになってるんですね。だから、ゲオはこれ本当にやっちゃいけないことをやってしまった。フランチャイズで。今現代、転売屋は金持ちではないです。金持ちではないです。金持ちだったらプレステ5じゃないもんだって。米とか行くはずだもん。それできないから、プレステ5みたいな商材を扱ってるだけであって、金持ちじゃないからやれてないだけ。道徳感はぶっ飛んでるけど、完全に、あなた方は神か富か、どちらの神しかつけ、使えることはできないの。神ではなく富に使えてしまってますけれども、その富が小さいから、プレステ5とかっていう人気商品に行くけど、本当だったら、インフラを抑えた方がいいわけですよ。できない。物理的にできないから、金銭問題でそこはできないから、やれないだけ。だけど、例えばティム・クックはできるでしょ？やらない。だ規模が小さいから、まだ、ね、市民が武器取ったりとか、国会で、まあ、マスクの時とかなりましたよね。あれは明確にインフラですから、特にマスクは安いじゃないですか。だから、転売屋の資金でも買い占めができちゃった。っていうところと、あとは数も、限られてるから、いけちゃったんでですね。だからあれは法で縛ったっていうことで。こういうことやられちゃうと、もう、農民、第三身分が武器を取るか、国会が、ちゃんと法律で取り締まってくんないと、もうダメですよ。だからこれ本当に、
が起きたってこと。だから2点ダメなんですよ、本当に。やっちゃいけないのは。真の富裕層、ティム・クックみたいな。ああいう人たちが買い占める。富に力を言わせ。これはやっちゃダメ。でもやらない。やってる人は少なくとも世の中に一人もいない。で、次は、元締めが釣り上げる。これもダメ。ですね。これが許されるんだったら最初からオークションなの。今回日本でプレイステーション5は10万台しかありません。オークションを行いましょう。の方がソニーも儲かるし、あらゆるところ、国だって儲かるわけよ。税金が取れるんだから。そっちの方がよっぽどいい。自分の利益だけが、優先されてるから。これ最悪です、本当に。悲しいですね。日本でこういうことが起きるっていうのが。ましてや、この2020年。道徳感はどこに行ったのでしょうか。たかだかプレイステーション5ですよ。おもちゃです。ゲームです。なくても生きていけます。何をやってるんですか。悲しいです。というわけで、まあ話題にしようか迷ってはいたんですけれども、はっきりと、今までもね、言ってきたんだけれども、実際起きちゃったら喋りづらいなと思ったんだけど、まあいっかと、喋るかと思って、勇気を出して、喋りました。転売はダメです。ダメです。転売屋が本当に資金力があって富裕層になったら、道徳はないんだから、やりたい放題になります。だからダメです。今のうちに止めとかないとダメなんですよ。で、こういう元締めもこういうことやり出しちゃうから、明確に止めとかないとダメなの。ダメなもんはダメ。これが許されるんだったら、革命が起きます。こんなもんが許されるんだったら、革命ですよ。食えないんだから、第三身分は。まあ、おもちゃだからいいけど、おもちゃだからなくても食っていけるけど、ダメだよ。もう悲しい。悲しい！ということで、ちょっと話しづらい話題でしたが、悪いことをしたからといってそこに石をさらに投げるのかもどうかなと思うんですよ。だから別に、このね、ゲオもやってしまったものはやってしまったものしょうがないんで、これも皆さん許してあげてください。ベサイドだから突撃しろとか言っといて、なんだお前だって話。許してあげてください。で、これを見て、やっぱり究極起き始めてるよねって、自分さえ良ければいいっていう、皆さん道徳感を持っていきましょう。はい、以上でございます。見ていただいてありがとうございます。もしかしたら、反応によってはこの動画メンバー限定ないし消え去るかもしれません。バイバイ。